さっきは痛かったぜ。黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき中にも礼儀ありってね。相変わらずお堅いことで峰不二子さん。そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ、ルパン。ワン、ツー、スリー、フォが俺に暇だと心が声がつかまらないんだな。